だよ。はーい。ということで問題です。ブラちゃん今どこに来たでしょうか。正解は名古屋パルコ。今日はね、推しの子展開催初日でございます。なになに、誰と行くかってもちろん一人っていうかさ、ウェルツ結構推し活をね一人でやるようになったんだけど、こういう時ってさ、展示会とか行ってもさ、自分とさ、なんか展示物と一緒に写真撮れないじゃん。どうしてんの。メロってさ、一応さ、ミニ三脚みたいなのは持ってきたんだけど、ちょっとわざわざなんか三脚立ててさ、撮るのもちょっと恥ずかしいじゃん。展示会とかさ、コラボカフェとかさ、一人で推し活してる皆さんは、自分と対象物を写真撮る時ってどうしてますか。ということで、ムーチは今から張り切って推しの個展行ってきます。ノリでロフトも行って、サンリオとさ、推しの子コラボしてるやつも買ってきたの。でもさ、聞いて、三脚とか自撮り棒がダメだった。うん。しかもさ、なんか前回推しの子店行った時の店員さんみんないい感じだったのにさ、今回の店員さんなんかな、冷たいというか。前も一人で行ったんだけどさ、自分でさ、こう頑張って撮ろうとしてたら、よかったら撮りましょうかみたいな感じだったんだけどさ、頼みづらい雰囲気というか。なんでもいいけど、リンゴ飴めっちゃうまい。メロってさ、パルコ行ったらさ、絶対リンゴ飴食べんの。だからさ、あんまりさ、いい感じに写真撮れなかった。あ、でも待って。まず、受付で聞いたからね。この中って、三脚もしくは自撮り棒って使っても大丈夫ですかって聞いたら、すいません、三脚とか自撮り棒は、じゃあ写真撮ってほしかったらスタッフさんにお願いしたらいいですかって言ったら、あ、はいって感じでした。で、目当ては、リンゴ飴食べてから帰ります。うまーい。てかさ、展示会のさ、内容めっちゃ良かっためっちゃ良かったの。まあでもメインは2期の展示会だから、まあメインはさ、ほら東京ブレイドとかそっち系なんだけど、まあ良かったよ。ってことで、先にね、サンリオと推しの子のコラボのグッズから、じゃん、クリアポーチー。かわいい、おもちゃも気になっちゃうのこれ。かわいい。それが愛ちゃん、これかわいい。こちらはビッグシルエット T シャツ、サイズはね XL です。これね、前は推しの子って書いてあって、後ろにこのプリントがドゥエーンある感じです。じゃん、かわいい。アクスタっていうかさ、これさ、愛ちゃんもめっちゃかわいいけど、なんか今回一番かわいいのアクタンじゃない？かわいい。そう、これが欲しくて行ったの。ちゃんとさ、推しの子とサンリオのコラボグッズが置いてあるとこにポップもあって、めっちゃかわいいの見て、これかわいい。で、こちらステッカー、かわいいでしょ、どこに貼ろうかわいい。で、これなんか3000円につき1枚かな、なんか特典でカードがもらえるんだけど、3枚ね、もらってきました。まだ見てないんだ。でもさっき見えちゃってた1枚目、メム帳、これだけ見えてた。あと2枚、ここには愛ちゃんがいるのかいないのか。で、愛ちゃんだ。もしかして今日引き運いい？3枚目はピエヨンじゃん。嬉しい、アイちゃん。あ、ちなみにこれは姫ちゃんにお土産。なんか、原神、原神、原神、
ショウ様でしょ。原神のコーナーもあってさ、どれ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 、姫の推しどれどれ、誰だっけと思ってこの間の動画見返して、あ、ショウ様ね、オッケーオッケー、どれ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 みたいな多分これで合ってるはず。で、本題に戻ります。推しの個展で買ったグッズの購入品紹介、イエーイ。まずはクリアファイル。これはね、アイちゃんとアクタンとルビーちゃんのセットです。ちなみにね、今日のね、このコーデは一応ちょっとこのアイちゃんに寄せたのでもね、さすがにね、ちょっとこのお耳はないなと思ったから、あのこの分かりやすいアイちゃんにしたけど、なんか似た雰囲気の服探してこれでいいやと思ってちょっとだけ寄せました。続きまして、こちら推しの子店に行ってきました。クッキー、これね、確か中身は何の変哲もないクッキーだった気がする。これが欲しいなって。続きまして、こちらじゃん、ローリポップ。アイちゃんと、これは姫ちゃんにお土産、アクタンなんだけど、水色がいいかなって思ったんだけど、これ味青りんごかけるヨーグルトだ。こっちはストロベリーかけるライチ、かわいい。なんか前買ったよね、こういうの。そことは違う感じだね。キャンディーショータイムって書いてある。続きまして、こちらじゃん、かわいい、これ欲しかったの。やっぱりね、アクスタはね絶対買っちゃうよね。ちなみに今日初日のね、午前中に行ったんだけど、そんなね、めっちゃ混んでることもなくって感じだったよ。でね、読み込んでQR コードみたいな、また別の映像を出すみたいなやつがあるんだけど、なかなか読み込めなくて、愛ちゃんのとこで、そこでね、めちゃくちゃ長居しちゃった。粘ってよかった、最終的には読み込めたから。かわいい。続きまして、こちらじゃん、ホログラムビッグ缶バッジセット。あいね、これめっちゃ良くない？これメロチ、このグッズの情報が出た時から、わっ、アイちゃんの缶バッジ確定のやつじゃん。柄も超可愛いし、これ16個買って板場作ろうって思って、すっごいルンルンで行ったの。したらさ、お一人様3点まで悲しい、3個しか買えなかったから、これで板バッグ作れない。わざわざさ、朝からさ、板バッグのさ、あのサイズ測ってさ、あ、このサイズだったら16個いるなっていう計算までして行ったのにさ、3個しか買えなかった。はい、しかもさ、まあまあ厳しくて、受付でチケットもらうじゃん、なんか入るじゃん、で展示物見るじゃん、ウェーってウェーって、でこの終わった流れでグッズ売り場があるの。そこでお会計するときさ、チケット見せて、なんか1人1回しか会計ができないから、それもちゃんとチェックされるの。そしてこれ、ペン、これね、一番最初に推しの子店行った時にメロチね、これのね、違う方をね、やったんよ。それと同じ絵柄の横バージョン作ってきた。続きまして、こちらじゃん、フレークシール、かわいい。12柄各2枚ずつで、今回の愛ちゃんと前回の愛ちゃんの柄がいる今回の愛ちゃんと前回の愛ちゃんってみんなそうなんだけど今回の柄と前回の柄とはい。続きまして、こちら、ペン。これはね、多分前回の時に売ってたやつかな。なんかね、グッズのところに、今回のグッズと前回の展示会で販売されてたグッズが売ってたの。はい、こっからはいよいよね、ランダムグッズタイム。まずは、このミニブロマイドコレクション。全18種。1パック2枚入り。全18種のうち、愛ちゃんが3種類です。いきます。じゃん！あー！メムチョとルビーちゃんでした！かわいい。愛ちゃんじゃなかった。いやでも、今回は引き運がいいはず。だってさっき、特典で愛ちゃん出たもん。だから引き運がいいはず。じゃん！なんかほんとさ、メロチ、メムチョの引きいいんだよね。誰かメムチョ推しの子、お友達になる？はい、ラストです。せーの、ペン。あー、あー、くた、あー、愛ちゃんじゃなかったよ。
じゃあ続きましてはこちらのトレーディング缶バッジ全12種類愛ちゃんは2種類です。10個買いました。10個買ったから1個くらいは来てほしいよ。いきます。あーまじめちゃじゃん。なんかさ、ほんとさ、愛ちゃんの引き運良くないからさ、最近こういうトレーディンググッズ買うの嫌になってきた。ほんとに2個目、じゃん。さあメロツさ、なんか割合的にめっちゃミニキャラばっか引いてる。まあでも2個出たからまあいっか。もう1種類は出ませんでした。残るはこちらのトレーディングミニキャラアクリルスタンドフィギュア全6種類。全6種類に対してメロチは10個買ってきました。アクスタはすごく欲しいので、まあでも6種類に対して10個も買ってこりゃ1個ぐらいは出るでしょう。じゃあまずは1つ目、せーの、パン。あ、これはアクタンじゃん。2個目、じゃん、かなちゃん、かわいい。3個目、じゃん、あールビーちゃん、かわいい。アイちゃんとルビーちゃんは飾ってあるんで、ルビーちゃんはね、新たにルビーちゃん飾ってある棚にね追加します。じゃん、あーメメジョです。そろそろ来てほしいぞ。じゃん、あーくたんかぶった。あれ、アイちゃん不在ですか。いきます。じゃん、あアイちゃんが来ない。なんでアクスタホチーミロ。いきます。じゃん、え、またアクタンだ。やばいな、あと3つしかない。3つアイちゃん出てもいいんだけどな。じゃん、え、待って、アクタン4つもある。10個買ったのに1個も来ないの。そんなことある。じゃん、めっちゃ泣いてきた。ラスト行きます。え、大丈夫、え、なんか、え、やばいかも。このなんか細さはやばいかも。これさ、グッズだけを買いに行くっていうのができないから、ちゃんと展示会の中に入って最後のとこで買うみたいな、そんな感じでございます。あ、そうだ、一つ宣伝させて。じゃじゃん、推しの子の2期の DVD が発売されました。あ、推しの子布教活動中なんで、はい、出ました。これはね、初回生産特典でキャラクターデザイン平山カンナ書き下ろしデジパック、スペシャルケース、スペシャルブックレット、よくわかる東京ブレイド、イベントチケット優先販売申し込み券かっこ夜の部が入ってます。なのでまだゲットしてないよっていう方はぜひゲットしてください。メルチは推しの子といえばチーメロだよねって言われるまで推しの子今日活動続けます。はい、ということで今回は推しの子展輝き特技に行ってきたでした。ということで、よかったらチャンネル登録か高評価やめろ、バイバーイ。ちなみに名古屋会場では11月の10日までやってるので、みんなもぜひ推しの子展行ってきて。